はい、こんにちは。JBS 武蔵野川合です。今回は、守備のクイズをまた、やっていきたいと思います。今回はですね、スタートの切り方についてお伝えしていきます。3つ、スタートの切り方をやっていきますので、それがどれが一番スタートがよく切れて、守備範囲が広がったりとか、早くスタートを切れるかっていう視点で選んでみてください。それでは一つ一つやっていきます。まず1番目です。はい、それでは1つ目やっていきたいと思います。はい、はい、続いては、2つ目のスタートの切り方はこちらです。はい、続いては3つ目をご紹介していきます。皆さん、今からですね、画像を見て見比べて、正解を選んでみてください。それではどうぞ。それでは皆さん、今から正解を発表していきたいと思います。正解は3番です。では解説をしていきます。3番がなぜ正解かというと、スプリットステップという、技術を使っています。どういうことかというとですね、テニスでよくあるんですが、テニスのレシーブですね、レシーブ、あのボールを受ける側の動きなんですが、少し、軽くですね、ジャンプをして前にステップをしていきます。まあ、こういう技術をスプリットステップと呼んでいます。その場で軽く、ポンって軽く弾むような感じですね。ジャンプすると、まあ、一瞬力が抜けます。で、抜けて、その後、前に前方の方向にですね、力がこう入りやすくなるというか、そのままの勢いで力が抜けて一気に力を入れやすくなる。で、スタートが早く切れるっていうような感じのステップになってます。スプリットステップを使ってスタートを切っていってます。2番は、グローブをつけてこういう風に構えてました。最初の構えですね、構え方としては別にそこまで悪くはないんですが、実際スタート切っていくときにスプリットステップは使ってないので、そのまま、まあ足をポンって出していく、感じでやってます。なので、最速のスタートを切れるかというとそうでもないので、構え方としては別に問題ないので、この姿勢からスプリットステップをポンって使ってくれば、それも正しいスタートっていう風な感じになってます。よく、まあ、グラブここにのあのつけるなっていう風に、指導される方多いかなと思うんですが、その姿勢から見ると骨盤が、少し前傾して股関節がしっかりこう引けてるので、あまりこういう姿勢 でしたら問題ないですね。あのダメならこう、これ例えばあの低くこうやって構えてしまうとか、まあ、あまりにもこう棒立ちでこうなってしまうとかっていうのはそこまであのいい姿勢ではないので、パワーポジションを取れていて骨盤が前傾した姿勢でこういう風についている分にはあのそこまで問題ないかなと思います。まあ、特に外野手とかはこういう姿勢で待っていて、で直前で軽くポンって前に行くぐらいで、いいスタート切れてくるかなと思うので、まあ、そこまでこうぐーっとずっと構える必要もないかなと思います。で、2番は構え方はいいんですけど、スタートの仕方としてはスプリットステップが入ってないのであまり良くないって感じです。はい、で1番は、まあ、これよくあの野球やり始めの子に多いんですけども、グラブを下につけて構えなさい、構えるときにこういうふうに構えてスタート切っていこうっていうふうに、指導するされる方いるんですが、これだと低すぎますね。少し腰が落ちすぎていて、1歩目を切るのには適してないです。この腰の位置が落ちすぎてしまうと、どうしてもこう足が深くこう曲がってしまうので、その場合前に前進する力があまりつかないです。なので、しっかりここを深く曲げるのではなくて、腰の位置が高い状態ですね。で、一歩目がスッとこう倒れていけるようなぐらいの、位置でしっかり、作っていくっていうのは大事です。なのでグラブをつけるとそれが、できないので、こういう感じになってしまうので、これは補給姿勢の時はこういう感じでも大丈夫なんですが、あまりにも低い姿勢で最初に構えないっていうのがポイントになってきます。ではその3つ解説しましたが、スプリットステップをしっかり使っていけるようにやってみてください。まあ、その場で軽くポンと弾むぐらいで大丈夫です。で、あとはボールのインパクトですね、バッターがですねこうインパクトする瞬間には着地をしておいて、あとはスタートを切っていく、まあ、それを、タイミングが合わせられるようになると、かなり守備範囲が広がってきたり、まあ、ボールに余裕を持って、近づいていけるので、バウンドも合わせやすくなります。なので、スプリットステップ、すごく大切な技術なので、ぜひですね参考にしてみてください。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画がためになったような感じたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。